YouTube を始めたかというと、お父さんが時々人生の授業というものをやってくれて、それを受けていいことがたくさんあったので、それを皆さんに伝えたくてやりました。良かったことを3つ発表します。1つ目は、目標を作ってそれに取り組むことです。2年生のボール投げの時に、女の子より飛ばなくて悔しかったんですけど、3年生になって、練習したら倍近く飛ぶようになったので嬉しかったです。2つ目はマラソン大会に向けて目標のタイムを作りました。ゴールしたタイムが、ほぼ同じくらいだったのでとても嬉しかったです。3つ目は友達関係も良くなりました。皆さんも僕たちと人生の授業を受けて一緒に成長しませんか？お父さんはいつ死ぬかわからない。僕もいつ死ぬかわからない。もう一日を、今この瞬間を一生懸命生きよう。おーいえ、うえ、ふふ、うえ、ふふ。